どうもどうも、甘栗でーす。今回はですね、私の自作データパックでこんなものを作ってみました。コマンドを一つ打ち込むと、自動で迷路を生成してくれる。今回ちょっとね、直線が多かったんだけど、これ完全ランダムなんで、まあこういう直線が多めの迷路ができることがあれば、まあ別のところでまた作ると、こういう感じで複雑な迷路ができることもあるよっていう、こういうね、完全にランダムで迷路を作ってくれるデータパックを作りました。まあ、試しにね、解いてみましょうか。まず、スタート地点が右下で、左上がゴールっていう風になってるんで、ここちょっとわかりやすく穴開けとこうかな。まあ、これで、正解のルートは1個だけで、絶対に途中で積んだりしないような、もうちゃんとしたね、迷路が完成してるはずなんですよ。だからね、ちょっと今やってみようかと思います。本当にね、これ毎回ランダムで違う迷路が出るんで、本当に一人で遊ぶのでも、これだけですごい楽しい遊びができるんですけど、全然ゴールがわかんない。あ、そろそろかな？ここら辺ゴールでしょ？あれ？違った。違うんだよ。今回こういう迷路で遊ぼうっていう動画じゃないんだよ。今回ね、やっていきたいのが、ちょっと、クリアできねえ。ここ曲がったら多分ゴールでしょ。オッケー、ゴールっていうことで、まあね、ご覧の通り、完全ランダムなんで私自身どこがゴールかわからないようになってます。上から見たらね、結構簡単そうに見えるんですけど、実際に歩いてみると壁しか見えないので難しいよっていう感じで、まあ無限にね、いろいろな迷路が作れるんで、今回はね、無限に迷路を作って遊ぼうっていう緩い動画でもいいんだけど、それだったらちょっと面白くないということで、これを使ってね、ドッキリを仕掛けていこうかと思います。題して、絶対にクリア不可能な無限生成迷路ということで、こちらの迷路はね、先ほど作った迷路と同じなんですけども、この右下からスタートして左奥に移動して、ここが本来であればゴールなはずなんだけど、ここ通ると、実はね、これ、スタート地点に戻されてるんですよ。だから、こっちに行ったと思ったら、ゴールしたと思ったらスタート地点に戻されてくる。またゴールしたと思ったらスタート地点に戻されてくるっていうのの繰り返しで、しかもこの迷路の恐ろしいところは、普通だったらスタート地点に戻された時に、あれ？ここさっきも通ったなって気づくじゃないですか。でもこれは、ここのゴールに入った瞬間に迷路がリセットされるので、毎回ドアをくぐった瞬間は、あれ？また知らないところに来たな。あれ？また知らないところに来たなっていうので、全然ループしてるってことに気づかないんですよ。だから外観はちっちゃいはずなのにめちゃくちゃ大きい迷路だなっていう風に錯覚して抜け出せなくなってしまうっていう、そういうね、恐ろしい迷路です。というわけでね、これをジャパパさんにね、ドッキリとして仕掛けていこうかなと思います。というわけで、行ってみよう。甘栗チャンネル。というわけでね、私のタイムは40分以上かかっちゃったんですけど、多分ね、視聴者さん見てても、え、そんな難しいのって疑ってると思うんですよ。だからね、ここに今回助っ人というかジャパパさんをね、呼んでジャパパさんにクリアしてもらおうかなと思います。悪いけど一瞬だからな。でもね、これ本当に海外の心理学者が作ったマップだから、一筋縄でいかないよ。うん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 、俺は心理学者のね、心理も読んでくからまあでもジャパパさん天然なとこあるから、心理学者も読み切れないかもしれない予想外のことをね、したりするかもしれない。なんだとじゃあスタート。あー、こういう感じか。そうそう、こういう感じ。なるほどね。え、でもいや、簡単そうって思うでしょ。思う。うん、いやいやいや、これはまあ、一瞬ではクリアできないかもしれないけど、うんうん、やってればクリアできる気がするけどな。私もね、はいはい、最初はそう思ってたんだよ。もう壁が一色なのとかも、なんか今どこにいるかわからなくさせるための技だったりするらしいよ、心理学的に。あ、これそうか。あ、これそうか。あ、いやいや、こう言ってない、こう言ってない。あ、こうしちゃうよ。あ、いやー、いやー。あれ？ドアが何個かあるんだよ。で、その中をどんどんくぐっていくと、どん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 月に進めるみたいな感じだから、とりあえず一つ目の間はクリアみたいな感じかな。第一ステージクリアね。そうそう。入ってみないとわかんないから、とりあえずドア見っけたら進むしかないんだけど。えい！お、これは正規ルートかな？え、これ突破したじゃない？あ、正規ルートかもしれない。景色変わってるでしょ。おい、やっぱ俺強えぞ、やっぱ俺。ね、いやいや、もうちょろいっすよ。お、え、ちょっと待って、やばい、頭おかしくなってきた、でも。お、お、
あ、来た。え、どうなった？え、ちょっと待って。え、わ、やばい。何？ちょっと待って、なんで行けたん今。え、え、どうしたの？進んだか進んでないか分かんなくなった。いやいや、そうなんだよね。今さ、うん、同じとこ何回もぐるぐるしてんのかなと思ったの、こう。え、ちょっと待って、分かんない。進んでる、進んでんだよね、これ。いや、どうだろう、分かんない。私は上から見てたらね、これ一目瞭然なんだけど。俺おお、進んだね、今。おう、進んだんだ。うん、今進んだよ。だいたいここら辺にあるんだよね、扉。毎回。そう。でもそこ行き止まりだね。もうすでにね、平行感覚失ってるよ。絶対ここに扉ある。ほんとかな？え、あれ？もうね、心理学者の手の上で転がされてるよ。いや、俺は転がんないぜ。わかんない。わかんない、お腹すいた。あ、食べ物がないってこと？そうそうそう。それも心理学。絶対関係ないだろ。ごめん、普通に私が忘れてたわ。お、来た。え、じゃあさすがにちょっとね、かわいそうになってきたから、上から見ててヒント教えてあげる。ジャパパさんずーっと前に進んでるけど、あえて振り返ってみたりとか、後ろ向きに歩いてみたりとか、なんかそういうことやってみたらね、なんかあるかもしれないよ。お、お、こっちだ。お、お、そこ3回目。んアイテム捨てたら道開くとかないよ。あ、あー、なるほどね。頭いいのか良くないのかわかんないな。だって5分だったら消えちゃうんだよ。5分で突破すればいいんだ、だから。お、次のとこ進んだ。よし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 。でもこれはさっき置いた肉がヒントになってるかもしれない。お、え、なんであんの、進んだと思ったのにさっき置いた肉が。さっきの肉、なんで。これはジャパパさん結構近づいてるかも。待って待って待って、おかしいおかしい、なんで肉あんのここに。いい作戦だね、それ。こんなとこ通ったっけ。え、待って、こっちにも、あ、それ、今。そこ今出てきたとこだよ。じゃあ次が？入れない。は、は、は、入れない。あ、来た。え？肉がある。やっぱおかしいよね。え、え、取った？ちょっとジャパパさん視点になってみよう。え、なんで肉あんの？いや、さっき置いたからでしょ。え、めっちゃ肉あるよ。じゃあパパさん、上見てみ。肉置いてたの私だよ。じゃあいいこと考えた。じゃあパパさんにレッドストーンダストあげるよ。レッドストーンダスト、これでちょっと進んでほしい。そろそろね、次のとこ進んでくんないとカット大変になっちゃうから。オッケーオッケー。こうね、これゴールまでつなげればいいんだよ、だから。おお、つながった、つながった。よーし、これはどうなるのか。これだいぶヒントになったんじゃないの。なるかもね。さあ次あれがあれば、次レッドストーンがあれば、レッドストーン見つければそこでつながってるってことわかるからね。わかる。おい、どこだよレッドストーン。はっ、意味がわからない。ギブアップ。意味がわかんない。ちょっと待って、なんて。40分経ったらギブアップにする。そうしようか、うん、自分では戻ってないつもりなのに方向が戻っちゃってるってことでしょ。そうなんだよ。そう、それがね、心理学なんだよ。あ、俺はこれ今 U ターンしてないと思ってるから、こう行きゃ U ターン進んでんじゃね。いや、それ普通に U ターンしてるだけだわ。U ターンを U ターンすればいいんじゃねっていう。それただ往復してるだけでしょ。ポケモントレーナーじゃんそれ。もう目あったら戦闘始まるタイプのやつじゃん。制限時間あと3分だよ。直線にね。ああ、まとまないね。何やってんの、時間もうないんだよ。はっ、ん、何アグリさん。ん、アグリさんやったな、これ。え、何、アグリさんやったでしょ。これ壊して、アグリさん、これ。え、これなんで、
壊したらダメでしょ。そうやって、嘘ついてさ、壊してゴールするつもりでしょ。いや、騙されないよ、私。騙されないよ。もうクリアできなくなったから、破壊しようっていう作戦でしょ。これ壊すぞ、これ。え、じゃあ壊す。これ壊すいいよ。壊したよ。さて。はぁというわけで、ドッキリ大成功！わー、いい。あと1分ってところだったんだけどな。あと1分でギリギリ気づかれちゃった。これね、どういう感じになってるか、上から見てほしい。一回クリエイティブモードにするわ。まずここからスタートするでしょ？うん。で、スタートして、まあ普通の迷路じゃん。上から見てても。一見ね。一見普通の迷路なんだけど、扉見つけるじゃん。扉に入ると、うん、はぁ？というわけでね、なんと、コマンドを使って、無限に自動で迷路が生成できるデータパックを作ったんですよ。だから、ジャパパさんはずっと同じところで、無限に迷路楽しんでたっていうことになるんだよね。30分ぐらいずっと迷路やってた。そう、ずっとここ同じところをぐる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 回ってた。というわけでね、ジャパパさんに無限迷路ドッキリを仕掛けてみたんですけど、いかがだったでしょうか。甘栗さん、めちゃめちゃ頭いいなって思った方がいたらね、高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。ジャパパさん、天才と思った人はね、高評価お願いします。やめて、高評価ゼロになっちゃうじゃん。7万円いくからじゃあね、コメント欄にどっちが天才だったかね、コメント書いてくれたら私がね、いいね押して回るのでやってください。というわけでご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。バイバーイ。